おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、学びはあなたを飛行機よりも遠くに運んでくれる落読スクールで人生を変える第一歩を、沖縄浦添鴨頭スクールの渡名喜周さんと名産の提供でお送りいたしますえ。こちらの速読スクールは体験セミナーがオンラインでお申し込みいただけますので、ぜひぜひ URL の方から飛んでみてください。 はい。本日はですね、東京鴨頭ランドの社員ミーティング中に生まれたえ新しい企画についてお伝えしようというふうに思っております。まあ、うちの会社東京鴨頭ランドは現在、えー、設立して11年目かなうん。11年と半年ぐらいかなになります。 間違ったかな ?10 年と半年かなちょっと曖昧でございますが、大体11年ぐらい経ってるんですけれども、えっと、元々はね、社員って大体まあ僕とヒロキングの二人しかいない時期が長く、まあその後大体4人ぐらいでやってた期間も長く、コロナ中ですね、この2年間の間で一気に社員が14人ぐらい増えたという感じですね。だから、まあ規模はちっちゃいままではあるけれども、4倍ぐらいになったんですよね。 で、さらに焼肉マフィアのステージパフォーマー、えー、今、トータル19人近くなっていると思うので、まあ、大所隊に僕たち的にはなったので、コロナ前にはやってなかったミーティングが増えました。 やっぱり4人ぐらいの時ってミーティングいらなかったんですよね。もうなんなら通勤中一緒に車の中でミーティングやったり、一緒にご飯食べたりしていたので、まあほぼほぼ家族みたいだったから、ミーティングの必要性が全くなかったので、えー、昔は4年に1回しか社員ミーティングはないみたいな <laughs>、そういう会社だったんですけど、逆にコロナ中にえ人数が増えたので、やっぱりこう、考え方や、それから、 気持ちとかを一致させるっていう必要も出てきたし、あと事業の数がね、新規事業が25個ぐらい立ち上がってるので、この期間の2年間の間で、もうね、情報が分からなくなっちゃうんですよね、働いてる子たちが。っていうこともあって、社員ミーティングを始めたのですが、結論だけ言います。もうすでに社員ミーティングはミーティングじゃないです。研修場になってますね。 で、いろんな学びがここではあります。例えば、数字の分析力がむちゃくちゃ身につくっていう、まあそういうミーティングになってるし、論理的思考力もむちゃくちゃ鍛えられます。要は発言に対して、もしくは書類、レジュメに対して、えー、論理の矛盾があると、そこバシバシ指摘されるというところもあります。それから伝達力ですね。その内容だったら先にこっちを伝えた方が、 みんなの気持ちにスイッチが入って、その後頭に理解してもらった方が間違いなく人を巻き込めるよね、みたいな、そういうものも全部勉強できるっていう、まあだから、論理的思考力、分析力、伝達力、もう社会人にとって必要なもの、もうトップ3、これが学べるっていう場所になっています。まあそんなミーティングの中でですね、えー、先日焼肉マフィアの、えー、店長とメンバーが、えー、こ、えっと、来週か。 3月29日火曜日にイベントをやりたいが、そのイベントの内容について、ま僕にプレゼンしてくれたんですよ。もうその内容が超つまんなかったので <laughs>、僕は全然面白くないからやる気しないし、うん。そんなんだったらもうやんなくていいよぐらいな感じのを、まあ、明るく、ポップに <laughs> 言ったんですよね。 で、えー、っと、まあ、今世の中ってどうなってるかっていうことをみんなで、みんなでっていうか僕からみんな投げかけたんですよ。ちょっと皆さんも、聞いてる皆さんも考えてみて。えー、まん延防止が、まあ、出されて、何度も何度も繰り返し、同じような飲食店がね、営業時間短縮みたいなのが繰り返されたりとかして、動きが抑制されてるじゃないですか。でね、まん防が解除されて、 人々は一番何をやりたいと思ってますかね一番。これね、焼肉マフィアのメンバーは、きっと外食しに来てくれるって思ってるんですよ。で、もちろんそれはあるんだけれども、それトップじゃないんですよね。僕はその時言ったんですよ。うんと、みんな、マンボウが解除されたら、 外食の予約をしてくれると思ってた人手を挙げてって言ったら、焼肉マフィアのメンバー全員手を挙げたんですよ。じゃあ実際に予約増えたかっていうことなんですよ。そんなに増えてないんですよ。で、そんなに増えてないだろうって言ったらみんなが、うーんってちょっと辛そうな顔してうなずいたんですよ。なんでだと思うって言ったら分かんないって言うわけですよ。うん、じゃあもう一個聞こうと。えー、っと、まん延防止が解除されて、外食予約したっていうやつ手を挙げろって言ったんですよ。 一人もしてないんですね。<laughs> つまり、君たちは自分すらやってないことをお客様に求めてると。そんなことは絶対に起きないと。積極的に外食してもらう企画を考えるのはこっちの責任であって、お客様を待ってるっていう考え方になってんだ、みんなはって。それじゃビジネスはできないって、まあ、厳しいこと言ったわけですよね。で、じゃあ別の質問するよ、みんなに。なんか、もう旅行行きたいって。 旅行行こうって、ちょっと企んでるやつ手あげろって言ったら、全員手上げたんですよ。そこで、まあ、うちの、えもう役員に就任したユミがね、もうエンタイトルツーベースを打ったんですよ。じゃあ、旅行のイベントやりましょうって言ったんですよ。面白いでしょ。ユミってめちゃくちゃ面白いんですよ。積極的なんですよ。思いついたらどんどん提案するんですよ。 もちろん大空振りもあるんだけど、バーンと当たる時もあるんですよ。もう今回大当たりですね。そうです。世の中の人は旅行がしたいんですよ。移動がしたいんですよ。これが世の中のニーズなんですよ。もうそこにあるんですよ。それをキャッチしないとビジネスにはならないよねってことで、えー、旅行で焼肉マフィアのイベントを打ちます。<laughs> ここからちょっとイベントの内容を説明しますね。GoToMafia、えー、キャンペーン、焼肉マフィア池袋店、3月29日火曜日、1日限りのイベントでございます。これ何をやるかっていうと、マンボウが開けて、やっと移動できるっていう気持ちになった皆さんが、移動距離に応じたお肉が食べられるという、 距離キログラムキャンペーンでございます。これどういうことかっていうと、例えば大阪からね、東京に来ると396キロあるんですよ。これをグラムに直した量を食べれます。だから大阪から、えー、焼肉場メに来た人は396グラムの、えー、お肉が、えー、同じ価格で食べられます。<laughs> それから、まあちょっと極端なのが面白いから、 沖縄から来た場合、あ、まあ、福岡か。福岡から来た場合、881キロなので、881グラム食べれます。結構な量ですね。普段ってね、350グラムだったかなと思うので、2倍以上食べれます。札幌も831グラムのお肉出します。<laughs> そから、えー、沖縄から来ると1554キロなので、1.5キロの小崎牛が食べられるという企画でございます。 ねえ、もう、あのー、その代わり、ルールありますよ。これ、他の人にシェアしたり、持ち帰りは禁止です。なので、沖縄から来たら1.5キロ食べれたら食べてもいいんですけど、えっ、ー、と、例えばもう500グラムでお腹いっぱい、ギブアップって言ったら、あの、1キロ分は、えー、キャンセルです。<laughs> 自分が食べれる距離だけ、まあ、キロ、キ、距離キログラム食べ放題、一人分。 っていうルールなので、あの、持って帰ったり、人にあげたりしちゃダメです。それだと、あの、面白くないので。もう食べれるもんなら食べてみろみたいな感じですね。だから、遠くから来た人がものすごくお得に感じるイベントっていうのをやろうと思っております。えー、今回は、えーっと、3月29日火曜日の1日限り3部制でございます。この時間にご来店、えー、予約をしていただきます。第1部、11時13時の2時間。第2部、17時19時の2時間。 第3部、20時から22時の2時間。2時間で食べきれる量だけ食べていただける。それは距離に応じてでございます。<laughs> 価格は2万9000円ですえ。僕がちょっと面白く、面白期待してるのはですね、もうね、ニューヨークとかエジプトから来てほしい。<laughs> ニューヨーク1万四十五キロなので、10キロの権利があるということでございます。 <laughs> あの、間違っちゃってなんか池袋からとか来た人はですね、もうほぼ、えっ、ー、と、一粒しか食べられないと。<laughs> そんなイベントでございます。<laughs> あのー、移動したいですよね。ああ、そろそろ、もう我慢限界でしょう。2年間皆さん我慢したので、ぜひ、この焼肉マフィアのイベントなど活用してですね、今まで溜まったストレスを発散してほしいなっていうふうに思って、今回の g o t o マフィアキャンペーン、 距離キログラム食べ放題、えー、という企画をやっておりますので、ぜひぜひ3月29日、遠くの方ほどお得になりますので、むちゃくちゃ遠い人のご来店をお待ちしております。えー、来店された方には皆様のお名前と都道府県名と、えー、距離。 えー、何グラム食べれるかという表記のプレートをご用意してお店でお待ちしております。それでは今日という、えー、一日が皆さんとって最高な一日になりますように。せーの。いいねー。遠くの人待ってます。お腹いっぱいお酒食べて。 はい、実は本日がですね、お申し込みの最終日のセミナーがございます。えー、表現力の学校ですね。表現力の学校が3月26日、えー、土曜日ですね。明日の11時から17時30分で開催でございます。おそらく1回限りの開講になっちゃうと思う内容になってます。えー、これ会場受講、ズーム受講、そして動画視聴と選べます。 ま、動画視聴が今回多いですね。表現力の学校に関しては、どのスタイルでも自分の学びやすいスタイルで学んでいただければと思います。えー、今回の表現力の学校は、やっぱり表現者、情報発信者ですね。だからインフルエンサーの方、YouTube や TikTok やってる方必須でございます。あとは経営者とかリーダーの方にとってもプラスになることがいっぱいあります。 えー、中身のネタバレをしようと思うんですけれども、えー、これ変えやすいものから変えていこうということで10個の内容が学べます1服装2姿勢3歩き方4笑顔5目力6表情7手のデリバリー8声のデリバリー 9、言葉のデリバリー。そして10、場の支配力というですね。あの、かなりすぐに変えられるものから、ちょっとトレーニングが必要なものまで、えっと、かなりバリエーションが多いのですが、これを1日でぎゅーっと凝縮して一気に教えてしまおうというふうに思っておりますので、表現力を豊かにしたいという方は、今日の23時59分まで受付なので、お見逃しなく。はい、現在、話し方の学校の入学体験講座を開催中でございます。 東京から行きましょう。3月27日、日曜日、あさってですね。11時から開催です。4月の2日土曜日、11時。それから、4月の20日、えー、11時から東京、池袋近辺で行います。仙台もあります。宮城県仙台が4月4日の19時と4月13日の19時。そして大阪が4月14日、19時から開催なので、こちらの URL の方から参加、お申し込みください。こちらもね、リアル参加とズーム参加。 選べますのでえ別に近くなくても参加できるようになっておりますのでお待ちしてます えー、そして本日最後のお知らせです、えー。ビジネスを2日間でぎゅーっと凝縮して学べると大人気のビジネス実践塾 2days 開催です。今回初の大阪開催4月の15日と16日の2日間でございます。社員さんと一緒に参加するとお得な割引制度もあるので、えー、URL の方からチェックして、えー、ビジネスの勉強をしたいという方はぜひぜひお待ちしてます。